低身長、低収入、低学歴の宮部なんですけど、今日はね、ちょっとトレンドになってるネタで数字を稼いでいこうかなって やっていきましょうか。はい、ガンプラのね、再販バブルがね、はい、なかなか流行ってるみたいで ちょっと僕もね、便乗してね、取りに行ったんですけど、ね、近くの家電屋で。まあ、そんなわけないよねって そんなわけないよね、みたいなね、はい。マッキーのグレイズとバルパトスはなんかやたらあるね。まあ、それにしてもスカスカはスカスカなんだけどさ。まあ、どこでもそうではないよ、という。で、30 Minutes Missions はもう、スカスカね、スカスカってかもう全然ないね。はい。SD ガンダムいっぱいあるね、SD ガンダムね。嬉しいね。イエーイ !SD ガンダムいっぱいあるぜ!みたいなさ。俺の大好きな SD ガンダムがね、本当に、このね、三国総決戦になる前はね、全然なかったんだけどさ、そっちが始まってからすごいやたら入るようになってね。いや、嬉しいね。外国で先行発売したのがなんかいい感じになったのかなって感じなんだけど、はい。こっちはもうダメだね。もう、全然、全然だね。で、嬉しくなってもう一回取っちゃってるんだけど、はい。クロスシルエットのガオガイガーとゲッターもいるよね。まあ、でも、EX、スタンダード EX のやつは全然ないね。本当に総決伝の派生のやつらばっかりか。まあ、それでもいいよ、本当に。俺もな、低収入だったらな、低収入だからな、買えないからね。低収入、低身長、低学歴だからさ、欲しくても何も買えなくてさ、指をくわえて見てるだけなんだよね。ええなー、みたいな感じなんだけど、はい。ビルドダイバーズはもう全然だね。ウォドムがいっぱいあるな。ウォドムちょっと欲しいかも イージーグレードもちょこっとあるね。ハイグレードはもうこのシャーザクとインジャしかないね。はい、もう赤くてキックしてるやつはなんか残ってるっていう。なぜかね。アスランね。ツーヘアーみたいな で、ぐるーっと回ってここは何にもないっていうね。はい。なんか張り紙貼ってあるけど読んでないっていうね。はい。一人一個までだいぶ書いてあるのか知らんけど。こっちはアタックガールガンもやばいね。いっぱいあるね。で、あとフィギュアライズはね、カブトいっぱいあるね。一個しかない。カブト一個しかないね。響きとビルドと、電王、フォーズね。ドラゴンボールもまあまあ、揃ってるか。で、こう、クーガが、ね、クーガと、アギとかちゃんと残ってるのは、はい、意外だったね。嬉しいね。まあ、買わないんだけど。ウルトラマンもね、ちゃんとあるよね。スターウォーズもね、そこそこ、あ、まあ、これなら欲しいかもってやつが、割と並んでる感じだよね。X-Wing とね、BB-8、ね、キャプテンファズマ。はい。この辺ならありますと。ヤマトはもう全然ないね。ヤマトはないね。で、バットマン残ってるね、一個だけね。かっこいい。ムキムキマッチマンだね、バットマン。ワンピースのミリー号か、一個だけって感じかな。あとカップラーメンとセガスターン。ポケモンまあまあそこそこあるね。すごい、デジモンもいっぱいある。ポケモンとデジモンはね、なんかいっぱいあるね。ねえ、マグナモンね。おっと、千年パズルの箱あるよ。デッキ入れとくみたいな。ね、ウォーグレイモン。最高じゃん、ウォーグレイモン。2200円安いよ。安い安いよ。メタルガルルモンとオメガモン。ね、この3つはね、揃えたいよね。まあ揃えないんですけど。ダンボール戦記もう全然だ。全然か。桜大戦ね、俺これ好きだったから、桜大戦のゲームは結構やってたからね。これ揃えたいんだけどさ。まあ、1個もないっていうね。1個は持ってない。まあいつでも買えるからいいや、みたいな感じになっちゃってんだけど。あとゴーザウラーね。はい。ゲッタロボ悪魔って。おー、無限ドラムあんじゃん。超かっこいいよね、無限ドラモンね。このカラーのメタルグレイも俺が超好きだったんだけど。マジンガンインフィニティいるね。はい。で、あとは、マクロスか。マクロスも全然ないね。で、ミニ四駆いっぱいあるんだよね。まあ、ミニ四駆はバンダイじゃないから あれなんだけど 最高だぜ、ミニ四駆。超好きだよ。ミニ四駆。おー、グレートブラストソニックね。ビートマグナムあるじゃないか。最高だろう。ねえ。こいつこいつ。グレートマグナムリボルバーだよ、もう。最高だよ。で、スピンコブラね。いいじゃん。スピンコブラもさ、プロトセイバーレボリューションもさ、当時全然手に入らなかったんだけどさ、なかなかね、こうやっていつでも買える時代になりましたとね、嬉しいよね。はい。で、俺がね、ミニ四駆で一番熱いのはね、この下にあるね、このミニ四駆フクロウとかね、クマモンとかペンギンとかこの辺動物系でいいんだけどさ、かわいいよね。そう。俺ね、ミニ四駆はね、このビートマグナム、サイクロマグナムかな。
サイクロンマグナムと、あとミニオンクバード。あれどこ行った？ミニオンクバード。あれあった。そう。ねミニオンクバードあんだよね。そう。これだけ持ってる。ミニオンクバードがね、好きなんだけどね。あと、ミニオンク、あとミニオンクだっけ、フクロウ、じゃあミニオンクキャットとミニオンクオオカミってやつが欲しいんだけど、なんかね、今置いてあったら買おうかなとか思ったんだけど、なかったんでね。ミニオンク、オオカミちゃんと猫ちゃんさ、まさか、まさか全部やり返し見られてるってか、許さーん、うわーってのは、まあ、すんなきゃないんだけど。たまたまないだけど、みたいな。人気でないだけどって感じなんだけど。はい。そんな感じね。まあ。まあ、そんな感じですわ。うん。まあ、いろんなね、いろんな理由が重なってね、まあ、こうやって手に入らないってのは続いてんだけどさ。うん。はい。まあ、とりあえず、はい。俺も便乗して取れてきたんで、よかったんじゃないかな。はい。うち、はい。岐阜の家電屋の、はい。報告はこんな感じです。あ、ちなみにね、これも2年ぐらい前なんだけど、2年ぐらい前なんだけど、はい。これは名古屋のヨドバシで買ったやつだね、はい。もうね、もう田舎民はね、そういうとこまで行かないとね、はい、好きなモビルスーツは買えないっていうね、はい。ね、ちょっともったいなくてね、作ってないって。いつ作んだよ、みたいな感じなんですけど。はい。積みプラはそこそこってまあまあねえかな、うん、ちょこっとだけある感じです。はいこんな感じのレポートとなりました。皆さんは、はい、好きなプラモデルね、はい、欲しいプラモデルが、はい、手に入ったらいいと思いますそんな感じです。バイバーイ。カツカレー。